阿部監督、大山の残留決断に、お気持ち表明。巨人阿部監督が30日、東京ドームでガンフェスタに参加した。前日29日に FA 獲得レースに参戦していた阪神大山雄介内野手が残留を発表した。そのことについて、やることをやってチャレンジした。本人も意向だろうしね。本人からも連絡をいただいて、また仇同士だけど阪神巨人、巨人阪神を盛り上げて、野球界を盛り上げていきましょうと伝えられたのでよかったですとコメントした。巨人は阪神を上回る6年24億円超えの大型複数年契約を用意していたが、史上初の阪神から巨人への FA 移籍は実現しなかった。いろいろ気を使ってくれてすまんかったな、ありがとやで。ええこと言うな、さすが阿部や。リーグ覇者の余裕があるね。マー君資金に使えるな。大山には歴史を作って欲しかった、更新のためにも。買いに大山資金足して50億ぶっ込め。ただ恥かいただけ。ただ契約を上げるために使われた哀れな巨人軍。大山向けにコメントした阿部、岡本坂本が全員阪神ファンというね。まあ巨人は浅野や中山なんかが育つの待ちだな。坂本、岡本、浅野なんかの高卒ドラ1路線は素直にすごい。大山を高く評価してくれてありがとう。そもそも、そんなこと言うなら巨人が阪神に FA 選手出すのが筋だろなんて取る前提なんだよ、逆に出せや。巨人がここまで取る気満々みたいな報道多かったから、決まってるんだと思ってる人多かったのでは、巨人って自信ない時はなんかひっそりやること多かったし。田中将大を巨人入りさせれば、球界はさらに盛り上がるのでは？